ランドローバー、レンジローバー、ランドローバー、レンジローバースポーツ、レンジローバースポーツは、インド多田自動車の子会社である、イギリスランドローバーが2005年に発表した、高級 SUV である。レンジストーマー2004年1月、北米国際自動車賞にて、レンジストーマーとして発表された。4.2リットルスーパーチャージャー付きガソリンエンジン、6速オートマチックトランスミッションフルタイム4輪駆動が、 搭載された。ポルシェ海園の成功により刺激されて作られた SUV と言われている。ランドローバーのスポーツツアラーとして登場した第5番目のモデル。ボディはレンジローバーに似ているが、シャシーはディスカバリーさんと共通のインテグレーテッドボディフレームを採用している。ホイールベースはディスカバリーさんより短く、サスペンションなどの味付けも異なる。 レンジローバーはゆったりとくつろげる走りであるのに対し、レンジローバースポーツはスポーティな走りを意識した設計となっている。ガソリンエンジンはいずれも V 型8気筒の RGV8 エンジンで4.4リッターの自然吸気エンジンと4.2リッターのスーパーチャージャー付きモデルがある。ディーゼルエンジンはフォードイドエンジンで2.7リッターの V 型6。 キトーターボディーゼルと3.6リッターの V 型8、キトーターボディーゼルのモデルがある。スーパーチャージドモデルには、ダイナミック、レスポンスというコーナリング時のボディロールを抑える、アクティブスタビライザーが装備される。2つの G センサーから得た路面の凹凸率から、オフロード走行をしていると感知すると、ダイナミックレスポンスの作動を制限し、オフロード走行に必要なサスペンションの作動を、 妨げ内容になっており、オンロード性能向上のために、ランドローバー電灯のオフロード性能を犠牲にはしていない。ビッグマイナーチェンジ2009年4月、NY モーターショーで、マイナーチェンジモデルを発表。パワートレインが変更され、ガソリンモデルは、スーパーチャージドモデル及びなともに、新開発の5リッター r v 8 Gen3 エンジンを採用。 ディーゼルは新開発の3.0リッターアジージ v 6 d Gen3 エンジンに統一。またフロントグリルにハニカムメッシュデザインを採用するなど内外装を大幅リファインした。2013年初代の生産が終了した。レンジローバースポーツ2013年4月のニューヨークモーターショーにて発表された。シャシーは前年にフルモデルチェンジされた。 レンジローバーと共通のオールアルミのモノコックボディを採用し、大幅に軽量化された。V6 で 2140kg、V8 で 2310kg パワートレインは5.0リットル V 型8気筒のスーパーチャージャー付き LRV8 エンジンと新開発の3.0リットル V 型6気筒のスーパーチャージャー付きエンジンの2種のガソリンエンジン、さらに ディーゼルエンジンは前モデルから継続の r ジ v 6 DJ3 エンジン3.0リットル V 型6、基礎つインターボ最高出力 292PS、最大トルク600ナノメートルの LRSDV6 と TDV6 エンジンの2種類、ZF 製の8速 AT が組み合わせられる。ボディサイズは全、全長 4855X 全幅1985、 X 全高 1800mm で、ホイールベースは 2920mm。フロントとリアのウィンドウが寝かされより、スポーティなデザインになった。走行面では、オールテレーンレスポンスニア時速 60km までならば停止することなく副変速機の切り替えができる、シフトオン・ザ・ムーブなどを搭載。 最大特化振度は1 5 0ト、mm、ル増え8 5 0ト、mm、ルとレンジローバーに見劣りしない性能となった。モデルの変遷2013年8月、ランドローバー初となるハイブリッドモデルが欧州で追加発表された。最高出力 292PS の3リッター v 6ディーゼルエンジンに 47PS のモーターが組み合わされる。2013年9月、 4 2 4ー s d v 8ディーゼルエンジンをパワートレインラインアップに追加した。キャリブレーションを最適化し、ツインインタークーラーや新型オイルパン、新設計の中造合金製エンジンマウントを用いた改良型吸気システムを採用し、最大出力 339PS と700ナノメートルの圧倒的なトルクを発生。2014年11月、 パワートレインの仕様変更が行われ、SDV6 は 306PS700 ナノメートルに性能アップ。TDV6 はシングルターボ化され燃料効率を向上。オフロードのクルーズコントロールとも言えるアッテプックを導入。2016年モデルシングレード HST 発表。 従来比 40PS 増の最高出力 380PS を発揮する3 0 l ー v 6スーパーチャージドガソリンユニットを搭載。マイナーチェンジ2017年10年、2018年モデル発表。エクステリアインテリアを大幅変更。シグネーチャー付き LED ヘッドライトのデザイン変更などによりイメージが一新した。また V 型8気筒スーパーチャージドガソリンエンジンの 出力が向上された。さらにランドローバー初のプラグインハイブリッド導入を欧州で発表。最高出力 300PS のインジニウム2リッター時価4ガソリンターボエンジンに最高出力 116PS の駆動用モーターを組み合わせたパラレル式ハイブリッドシステム搭載モデルが追加された。また欧州で新開発インジニウム2リッター時価4ディーゼルターボエンジンを導入。 2019年モデル発表。ステアリングアシストや緊急自動ブレーキなど、運転支援システムを充実させた。2019年2月、新開発、インジニウム直列六気筒ガソリンエンジンに 48V マイルドハイブリッドを搭載する高性能グレード、h s t o 欧州で発表。最大出力 400PS、最大トルク 56.1KgM。 レンジローバースポーツ SVR の登場2014年8月、米国カリフォルニア州ペブルビーチで、レンジローバースポーツ SVR がワールドデビューした。同社は、ジャガーランドローバーのスペシャルビークルオペレーションズ部門が開発し、SVR という称号を冠した最初のモデルである。史上最速のランドローバーと銘打たれた、このモデルは、 最高出力 550PS の高点0リッ0ー v 8スーパーチャージドが搭載され、電子制御式バルブを備えた2ステージアクティブエグゾーストシステムをランドローバーとしては初めて搭載。0から100メートルは4.7秒、最高速度は261キロメートル H を誇る。その後、2017年には出力 575PS。 トルク700ナノメートルに向上。ライバルであるポルシェ海エンターボとは数値上ではほぼ同等となった。2013年11月東京モーターショー2013にて初めて日本で公開された。日本には SE、ハス、オートバイオグラフィーダイナミックの3グレードが導入された。2015年1月26日、2015年モデル発表。 アダプティブクルーズコントロールが標準装備されたほか、新たにオールテレーンプログレスコントロールシステムが導入された。2015年10月1日、2016年モデル発表。新グレードとして SVR と HST の2グレードが追加された。2016年12月8日、2017年モデル発表。3リッター V6 ディーゼルターボエンジン搭載モデルが、 追加された。2017年12月27日、限定車、レンジローバースポーツソリハルを発表。2018年4月27日、2018年モデル発表。エクステリアインテリアを大幅変更。2018年6月27日、プラグインハイブリッドタイプを発売。2019年12月23日、2020年モデル発表。 3リッター V6 スーパーチャージャー付きガソリンエンジンに、代わり3リッター磁記録、インジニウムガソリンターボエンジンが設定された。ありがとうございます。